しゅんです、こんにちは。どうも、まことです、こんにちは。どうも、ゆかしです、こんにちは。はい、ありがとうございます。ということで、僕たちは今サンフランシスコの、上の方にいるんですけども、まことさんはちなみにシリコンバレーの Google で働いている、僕たちの1個上の先輩です。そうだね。はい、はい、質問コーナーを皆さんに募集したと思うんですけど、それの回答編をまことさんに、僕たちから聞こうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆかしと結婚したいっていう質問について答えが気になるんですが。確かに。ああ、そう、理想の相手はっていうのを話聞きたいな。じゃあ普通の質問から、やりたい仕事を見つけた会社が落ちてやりたいことがなくなった時どうしたらいいんですか。難しいね。俺は初め一番 Google に入りたくて、はい、で一番入りたかったんだけど、大学卒業したばっかの時は落ちちゃって、うん、でもそれでやりたいことがなくなったっていうことはなかったんだけど、はい、でもまあちょっと妥協してっていうか、他の会社に入って、でもう一回その第一志望のとこにトライするっていうのはいいアイディア。なるほど。ちょっと遠回りしてだけど元に戻れるのは、それもすごい大事なこと。確かに、そうですね。いっぱいトライするっていうのが一番近道なのかな。なるほど。消去法的にこれは違うな、これは違うなみたいな感じで。そう、なんかそうだね、若いうちはトライしても全然いいと、なんか無駄にはなんない気がする。とにかくトライすることと、あと一旦休んで遠回りしてまた再チャレンジ。はい、次の質問は、はい、学生に求めるものはっていうことで、今誠さんがどういう人となら一緒に働きたいとか。なんかカルチャーのそれぞれの会社ってやっぱ文化があるから、そこがあまり違いすぎるとなんか会社的にちょっと違うかなみたいなことはやっぱりあるから、なんか僕のチームのカルチャーってなんか基本的には自分で仕事ができるっていうのはすごい重要なの。だからなんかシニアの人に助けを求めてばっかじゃ、それはなんかシニアの人の時間の無駄にもなるし、なんか君は入ってきたのに何を自分でできるのかみたいな感じのことにもなっちゃうから、だから協力できるところはちゃんと協力して、自分でできることはやっぱちゃんと自分でやらないとっていう、なんか区切りをしっかりつけられるのが大事だから、大事だと。エンジニアとして大切にしていることを聞いてほしいですっていう。ああ、なるほど。エンジニアとして大切にしていることは、はい、やっぱりなんか Google とかそういう会社って、まあ、結構自由性が多い会社だから、はい、結構怠けがちって言ったら変なのかもしれないけど、はい、そこをサボらずに、そこをなんかテイクアドバンテージにするんじゃなくて、ちゃんと自分の任せられた仕事は毎日こなしていくみたいな感じなのが重要です。目の前のことをコツコツやるっていう姿勢が大事だそうです。まあそうですよね、まあ、職業というかその肩書きに関わらず全てにおいて大切なことかもしれないですね。それはありがとうございます。通りいたしました。はい。じゃあ次の質問です、はい、誠さんの学校や仕事などのモチベーションの保ち方があれば教えてください。うん、学校はね、なんかこれは日本の学校の制度とも違うから、なんかこうしなさいとは言いづらいんだけど、日本の学校って出席とかもさポイントに入ったりするとか、はい、しますします。でもこっちの学校って出席をあまり取らなくて、だからテストだけみたいな感じなんですか。ほとんどがそうだね。テストとか宿題とかちゃんとやってれば OK で、だから俺の場合はなんか正直授業行って教授があまりこう得意なタイプじゃなかったりだとか、教授の説明が分かりづらいとかだったら、なんかむしろ自分で勉強して積んでテストに備えてやるみたいな感じ。だからなんかモチベーションっていうよりはなんか自分に合った学び方を探してそれでやっていくっていうのが大切。なるほど、いいですねそれは。なんか日本でもそういう風潮は徐々にあるっちゃあるけど、いわゆる僕の高校とかも実際やっちゃダメみたいな風潮は結構あったので、自分で考えてやるっていう、自分のやり方を見つけるっていうのはモチベーションの保ち方と確かに共通することはありますね。そうだ、はい、はい、じゃあ次の質問は、シリコンバレーではどのような職業が人気なのか。まあ、シリコンバレーっていうだけあって、
コンピューターサイエンスのエンジニアが一番多いと思います。次はい、じゃあ最後の質問、コンピューターとか AI が、人間に変わっていって仕事がなくなるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、その辺はどのように思いますか？この質問ってすごいいい質問だと俺も思ってて、はい、なんか普通にコンピューターの道徳みたいなので結構こう問われる質問であって、で AI っていうのはまあどんどん発達しているっていうのは間違いないですし、でもなんか完全にこう人の職業を取るっていうのはまだまだ時間がかかることだから、うん、なんか数年のうちになんか人の職業って全部なくなっちゃうかっていうと俺はそうじゃないと思うね、うん、であとなんか今日カフェ X、はい、に行ったんだけど、でそれでまあみんなも思ったと思うんだけど、普通になんかロボットに出されるコーヒーって物珍しさで行くっていうのはあるけど、でもなんか人間にしかないこうホスピタリティっていうのはまだまだ全然必要だから、それはまあ人間の仕事ってまだ実際はあるし、コンピューターにまだまだこう足らない感情ってものは、それが発達するにはまだまだ時間かかると思うし、可能でさえかも俺は分かんないし、だから仕事が心配っていうのはまだしなくていいんじゃないかな。なるほど、10年、20年、30年ぐらいはまだ大丈夫かな。大丈夫だと思う。結論で言うと、そんなに AI を心配することはないっていう感じですかね。でなんかあれですね、今回シリコンバレーに来て誠さんとお話しさせていただいて、全部なんかいろんな経験をされてるからかもしれないですけど、年が1個しか違わないのになんかなんていうかな、視野が広くて多面的に物事を見ていて、僕自身も見習いたいなっていうふうに思いました。めちゃくちゃ褒めるやんありがとう。じゃない？ありがとう。はい、ということでまたシリコンバレーに行く際はよろしくお願いします。またぜひいらしてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。じゃあなー。